インタビュアー月一トーク。この動画ではこのチャンネルで先月配信した書籍紹介インタビューを振り返ります。今日はですね、2024年の3月のインタビューを振り返って話をしたいと思います。私が今日最初に話したいんですが、この本ですね、イスラエル人類史上最も厄介な問題、これは2023年の2月25日に NHK 出版から出た本です。本を書かれているのがダニエル・ソカッチさん、新イスラエル基金の CEO で社会活動家です。で、新イスラエル基金なんで、基本的にイスラエルを支援している団体なわけです。で、この最近のハマスとイスラエルの衝突の半年以上前に日本で出た本なんですが、これもちろん要所なんで、原作のタイトルはですね、 Can we talk about Israel? イスラエルについて私たちは話すことができるかっていうのが原作のタイトルで、原作出たのが、つまり英語版が出たのが2021年10月なんで、これアメリカで出てるんですけども、実はずいぶん前に出た本ですと。はい、ダニエル・ソカッチさんというのはユダヤ人、イスラエル人、ユダヤ人です、アメリカに住んでいる、カリフォルニアに住んでいるユダヤ人です。でイスラエルに住んでいたことも、出身もアメリカなんだけど、イスラエルに住んでたこともあるっていう方ですね、はい、でここの団体の CEO をされている方です。で、このチャンネルではですね、昨年10月のハマスによる越境奇襲攻撃以来、パレスチナ・イスラエル問題とか、ガザをテーマにした本というのをたくさんやってきました。で1月には最初にこれをやりました。ガザとは何か、パレスチナを知るための緊急講義、これ上司したのが現代アラブ文学者の岡真理先生、早稲田の先生ですね。で2月の頭にはですね、関さんがやったインタビューですね、ガザ日本人外交官が見たイスラエルとパレスチナ、これは元外交官で、98年から2001年まで在イスラエル日本大使館とガザ日本政府代表事務所に勤務した中川浩一さんですと。はい、で同じく2月には、なぜ、ガザは戦場になるのか、イスラエルとパレスチナ攻防の裏側、これは高名な中東研究が専門の国際政治学者の高橋和夫先生にインタビューしました。で3月の頭にはこれですね、アメリカのイスラム観変わるイスラエル支援路線、これを重視した現代イスラム研究センター理事長の宮田律先生、話を伺いました。そして、今回3月半ばに、ダニエル・ソカッチさんの本のインタビューっていうのを出しました。これだけいろいろやったわけですけども、それぞれ異なる視点でパレスチナとイスラエルの問題っていうのを扱ってきました。これだけたくさんやると結構いろいろ見えてくることもあったりするので、ちょっと一旦整理をしたいかなということで、何があったのか振り返りたいんですが、昨年の10月7日、2023年10月7日にパレスチナ側のハマスという組織がですね、イスラエルに越境奇襲攻撃っていうのを仕掛けた。でイスラエル側はこの時におよそ1200人が殺害されて、240人がその後拉致されました。で、パレスチナはですね、ヨルダン川西岸とガザっていうこの2つのエリアによって、構成されているんですが、今回イスラエルに攻撃を仕掛けた、のは、主にそのガザの方を拠点にする活動するイスラム抵抗運動ハマスという組織ですと、イスラム組織ハマスなんて言われ方もしますと。なんでそのヨルダン川西岸とガザとあるんだけれども、基本的にはガザっていうのが今戦場になってます。はい、でイスラエルの報復攻撃っていうのがその後始まって、なんとすでにガザではですね、3万2000人以上が亡くなっていますと。で、ちょっとこの報道を見ながら、報道の角度というか仕方っていうのがだんだん変わってきたなっていうのを僕は感じています。はい、最初はハマスというその武装組織がイスラエルを攻撃してね、パレスチナの武装組織がイスラエルを攻撃して、残虐な殺戮を行ったっていう報道だった。なんでハマス悪いっていうのがまず最初のずっと報道できた。ところが次第に、パレスチナ、ことにガザではこれほどの数の人が殺害され負傷していると、イスラエルをもうそろそろ攻撃を控えろっていう報道になってきているふうに感じます。これ日本だけじゃなく世界的にそういうふうになってきてるなというふうに報道を見ていて感じるんですが、で、最初はだからイスラエルが被害者という描かれ方だった、今ではパレスチナ被害者という描かれ方にだんだん変わってきたなというふうに感じます。でこれはなぜなのかっていうことで、それはですね、イスラエルがこう方が圧倒的に軍事力が強くて、でパレスチナ側の被害の方が圧倒的に大きいからっていうことが まずあるんですけど、それだけじゃないと。
で最初に攻撃を仕掛けたのはイスラエルなんだけど、本当の被害者はパレスチナなんじゃないかっていう世界のこの認識っていうのが少しずつ始まってきた感じっていうのは、最初に攻撃仕掛けたのはパレスチナの方、ね、パレスチナの方、そうそう、うん、パレスチナのハマスが仕掛けたんだけども、うん、でイスラエルが被害者っぽい感じだったけれども、だったんだけど、そう、うん、もしかしたら本当の被害者ってパレスチナなんじゃないかなというようなこう世の中の感じ方が始まってきた。でこの構図は何かに僕は似てるなっていうふうに感じたんですよ。それは何かっていうとですね、まあ、ちょっとこれあえてなんですけど、誤解を恐れずに言うと、安倍首相が殺害された時にすごく似てるなというふうに感じたんです。はいはい、謎の若者がですね、銃で安倍さんを突然射殺した、うん、安倍さんかわいそうじゃないか、それはそうです。ところが次第に、うん、その撃った山上徹也、なぜ安倍さんを殺害したのか、メディアのフォーカスがその動機の方に入っていった。それ結果的に山上徹也の人生を追い詰めていた統一教会というところの批判になっていく、うん、で安倍さんかわいそうじゃんで終わらなかったわけですよね。確かに。でもちろん安倍さん非常にそれはかわいそうだし、あんな死に方しちゃダメなんですけども、でもまあ長らくみんなが触れなかったあまりにも巨大な問題のあるカルト教団、うん、これ政権与党がですね、ずっと野放しにしてきた、あろうことが結託していたと、これはひどいって言ってこうみんな非常に感情的になる、うん、ちょっと今同じようなことがですね起きている気がします。ハマスがイスラエルに攻撃した、1200人も殺害して240人も誘拐したと、これはあまりにもひどいと、うん、だけどハマスなんでそんなことしたんですかと、で最初メディアは全体をこう掘り進めることができなかったっていうことを、その辺 その報道の視野の狭さとか偏りみたいのをテーマにしたのがこういった岡先生の本とか高橋先生の本でした。うん、まあ、その辺だけの話をしてるわけじゃないけど、かなりその報じ方おかしいですよみたいなことをテーマにしてるんです。で、イスラエルっていう国は第二次世界大戦の後の1948年に建国された国なんで、まだ非常に歴史の新しい国ですと、まだ100年も歴史のない国ですと。で、まあ、その前提を踏まえつつ、ちょっとこの地図をですね一つ見ていただきたいんですけども、はい、48年です。分割案が47年で、そうそう、正式に建国したというふうになったのが48年、はい、うん、でまあちょっとこの地図を見ていただきたいんですけども、これはイスラエルとパレスチナの地図ですと。で時代とともにいかにこう領土が変化してきたか、46年47年49年から67年2008年と4つの地図があって、でまあこれ色分けされていて、緑の部分がですね、パレスチナですと、うん、で白の部分がイスラエルですと。でまあ最初の段階では当然ほぼパレスチナ、うん、で分割されたっていうことでこれだけ今度白が増えで、どん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 白が増えて2008年になるともうほとんどパレスチナないじゃんというぐらいまでなってるわけです、うん、でまあどうしてこういうことになったのかっていうことなんですけども、ガザをその実効支配するハマスなんて言い方をするんですけどね、ハマスにパレスチナに入植してパレスチナ全体をここまで実効支配してきたのはどっちなんだってこの地図を見るとこうちょっと言いたくなるところがありますと。で、まあ、当然これだけの領土の奪い合いをしているんで、まあ、両国の戦いっていうのは昨日今日始まったことでは全然なくてですね、この間ずっと戦って衝突があるわけですと。で、まあ、これまでも度重なる衝突がありました。でただまあこの結果を見ると一目瞭然なのはイスラエルの方が圧倒的に強いということです。ね、うん、で今回の戦争でも最初に言ったようにですね、ガザはすでに3万2000人殺害されており、このうち1万人は子供だそうです。ただガザって実はものすごく平均年齢が若いんで、そうなんですよ、うん、なので驚くほど若いんで、いわゆる成人の年齢に達していない人もたくさんの戦闘に参加していると思うんで、まあ、そういう意味で亡くなっている方すごく若い人でも多いんじゃないかなというふうに思います。で1月半ばの時点でガザで亡くなったパレスチナ人の数2万4000人でした。わずか1ヶ月で8000人から9000人さらに亡くなったってことですよ。でガザの中だけの人口っておよそ220万人なんです。その狭いところに220万人いるっていうのもちょっとびっくりなんだよね。そうなんですよね。サイズ的に名古屋ぐらいの人口の感じなんですよ。でその中で1ヶ月で1万人ほど亡くなってるっていうのが、うん、まあ、なんとなく伝わるんじゃないかなと。対してですね、じゃあイスラエル側の死者数はどれぐらいなんだっていうと、3月10日の時点で公開されているデータによると590人、まあ、これは最初に1200人亡くなった後にイスラエル その戦闘員が590人亡くなっていると。で、まあ、実際はそのイスラエルではもっと亡くなっていると思われるんですが、イスラエル政府がその政府 の兵士の士気が下がるっていうんで本当の実数は明かさないと言われているんですが、にしても
まあ、32,000 と590っていうこの差です、まあ、どれくらいこれ一方的に攻撃してるかっていうのはだいぶ分かるかなというふうに思います。でこの岡先生の本ではですね、今回の戦争に限らずイスラエル建国以来どれくらいひどい虐殺その他の行為をパレスチナに対して行ってきたかっていうのを、まあ、この本ではすごく語っています。それはもう本当にそう読んでるだけで冷や汗が出るような量と内容の、まあ、暴力の数々が紹介されていますと。ただ、まあ、パレスチナ側が全くやり返してないというわけではもちろんなくて、ハマスのように武力で対抗する組織っていうのもいますから、イスラエル側にも被害は長い間にあって、長い間のトータルっていうのはそれはもちろんかなりの数なんですけど、それにしてもまあこの地図見ても分かるように圧倒的にイスラエルがパレスチナにもたらしている被害の方が大きいわけです。その自分たちの家を奪われたパレスチナの人たちはですね、昔自分たちが住んでた家の鍵っていうのをいつかあそこに戻るんだっていうふうに意思を込めてお守りのようにして持ち歩くっていうことをしているそうです。ではパレスチナとイスラエルこれからどうしたらいいのかということですよね。で、まあ、今の話だけ聞いてると後から入ってきてね、暴力でこう拡大してってるんだから、イスラエルよもう暴力を止めてそっちを譲り返して出ていけと思わず言いたくなるところなんですけども、もちろんそんなことができるわけもなくてですね、1000万人の人口っていうのがイスラエルにいるわけです。およそ1000万人の人口が。ちなみにパレスチナっていうのはさっきからガザは220万って言ったけども、全体でそのヨルダン川西岸も込めるとだいたい500万人ぐらいいますよ。だからまあイスラエルの方が倍ぐらい人数がいるんですけど、はい、ちょっとこんなちっちゃいところに220万人ってこっち側にそうなんですよ、そんな比率なんだ。そうなんですよ。ただまあこれちょっと見てもね、虫食いだからね、虫食いみたいになっていて、うん、もう本当に進めるのかっていうの微妙ないろいろところがありますけども、うん、はい。でそうすると思わず議論したくなるわけです。あそこはどっちの土地なんだということを、うん、そこでまあこの本ですね、イスラエル人類史上最も厄介な問題、こんなタイトルを、まあ、これはまあ日本語タイトルではあるんだけども、こんな一応タイトルをですねユダヤ人の方が書いてるっていうところがまずポイントですね、うん、でこの本読みました、もちろん。で一番の存在意義は何かっていうと、これは僕の意見ですけども、ユダヤ人がいつからあの土地にいるのか、でパレスチナの方がいつからあの土地にいるのかっていうことを紀元前まで遡って説明している。だからやっぱりそこはみんなが気になるところで、うん、本当はあそこどっちの土地なのよってことを両方サイドのことを説明していますと。で、紀元前1世紀ですね、ローマ帝国に征服されてパレスチナにいた、まあ、エルサレムにいたユダヤ人が追放され世界中にパーッと散らばるんです、まあ、ことをまあ主にヨーロッパの方に行くわけですけども、まあ、この段階でユダヤ人は自分たちの国を失うんです。ただそう言われるとそういうふうに想像しちゃうけど、やっぱりそれはちょっと単純すぎて、実際全てのユダヤ人があそこから出てったのかってそんなことないです。そんなことない、はい、多少は残っていたわけです。相当数追い出されたけども、やっぱり多少は残っていたってことがあります。奴隷としてどっかに連れていかれたとか結構ある、ね、もうあるんでしょうね、うん、で、うん、でその土地に残っている人たちもいた、うん、だから実はパレスチナってずっとパレスチナ人、パレスチナのアラブ人、うん、ユダヤ人ずっと昔から実はあそこで共存はしていたんです、うん、で実は宗教でいうとユダヤ教もイスラム教もキリスト教もあの土地で長く共存している状況にあったんです。で第一次大戦から第二次大戦終わってしばらくぐらいまで、ヨーロッパを中心にですね、反ユダヤ主義っていうのが、ユダヤ人追放っていうのの機運というのがこうバーッと高まる。で、まあ、実際に第二次大戦ではホロコーストがあって、あれだけの数のユダヤ人が虐殺されたということです。なんと殺された方の数は600万人、およそ600万人というふうに言われています。でその生き残った方のうちおよそ25万人が難民になったと。でこの方々はとてももうヨーロッパに残れるという状況ではなかった、まあ、そんなことがあった後なんで、その25万人の難民の方々もすごい民族主義に燃えていたわけです。はい。で、まあ、他の民族と同じように自分たちの国を持ってね、そこに自分たちが固まって住むことができれば人間らしい権利を獲得して、まあ、何にも怯えることなく暮らせることができるというふうに考えたわけです。でこう考えたからますますユダヤ人の国を作ろうという発想になった、まあ、この考え方自体はそれ以前もあったわけだけども、まあ、これがシオニズムですと。でこの考え方はまあ非常によく理解できるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ19世紀の終わりから、つまり第二次大戦の前から、第二次大戦終わってしばらくまで大変な数のユダヤ人がパレスチナにこう少しずつ少しずつ流入してくるわけです。で命の危険を感じる
ほどの迫害を受けて逃げてきた人たちですから、うん、ものすごい民族主義にこっちも燃えてるわけですよね。しかし当然突然自分の国にどっと入ってきて領土をこう主張されたらパレスチナのアラブ人だって抵抗すると。なのでずっとそこではもう戦い状態が続いていたと。ではあの時ですね、あのユダヤ人が大量にパレスチナに入ったことが間違いだったのかと。問題はあの時でもユダヤ人が行けるところはパレスチナしかなかったっていうことがすごいソカッチさんは言っていて、例えばアメリカとかカナダとかっていうのは人種のルーツもユダヤ人がたくさんいるんだけども、大量のその難民をバンと受け入れることは当然できないわけです、なんで世界中どこも受け入れてくれなかったっていうのがその時ありますと。で国連が、ヨーロッパで迫害されたユダヤ人たちにパレスチナを分割して、あそこをユダヤ人の国を作りなさいというふうに要請するんですね。で、その時パレスチナはイギリスの委任統治にされている状況でしたと。でなんでそういう判断を国連がしたのかっていうことはこの岡先生の本でもダニエル・ソカッチさんもそれぞれ説明されていますと。でアメリカのそこには介入があったし、そのアメリカの中のシオニズムのロビーを味方につけないわけにはいかなかったアメリカの政治状況っていうのがありますと。でアメリカとロシアは結果的にはかなり強引に国連を仕切ってパレスチナ分割してイスラエルを作るっていう方向で話を進めてしまったということです。東川先生はそれは非常に間違いだったんじゃないかといったようなニュアンスのことをからかなり展開されています。でソカッチさんはそれに対してパレスチナ人犠牲になったのはもうそれはその通りだと、それは良くなかったと、ただあの時イスラエルを建国したっていうことは正しかったと。これはソカッチさんの考え方です、うん、でなぜならばさっき言ったようにね、他に行くところがなかった、じゃあこれからどうしたらいいんだっていうのがこれその続きのまた議論もまで含めているところなんですけども、ソカッチさんはなんとイスラエルという国にパレスチナに一定の土地を返してちゃんと返して共存の道を見つけなければならないと、つまりパレスチナとイスラエルが一緒に住まなきゃいけない、人権の観点からも民主主義の観点からもそういうことをしないと、もし強引にこのままどんどん征服していくことに成功したとしてもいずれ自分で自己矛盾に突き破られてしまいますよイスラエルはっていうことを言ってるわけです。でだから共存してくださいというふうに言ってる。でこれは日本人のような直接パレスチナとかイスラエルにこう関係のない関わっていない国の国民からしたらですね、なかなかはっきり言えないことだと思うんですけど、イスラエルを支援している側にいるソカッチさんがパレスチナの人々の権利と人権を平等に保障しなければならないというふうに言ってるということは僕は非常に尊いことだなというふうに感じるんですね。で実際にこのソカッチさんが CEO を務めている新イスラエル基金という団体は主にアメリカからリベラルなイスラエルの団体を支援する最大の組織なんですけど、なんとその幹部にはですねパレスチナの方も入れてるんですよ、はい、全然そのイスラエルの新イスラエル基金といってもイスラエルの方だけでやってるわけではないということなんです、うん、あるいはユダヤ人の方だけやってるわけではないということなんです。で、だからそういう共存を自分たちの組織の中でも図っていますよと。で、あいつが悪いこいつは悪いじゃなくて、刀を収めてですね共存するために知恵を出し合いましょうということをおっしゃっていました。で、パレスチナとイスラエルの戦闘というのはずっと続くと思うんですけども、やっぱりやがてはそこに落ち着くっていうこと以外は平和っていう観点でいうとね、ないとはなかなか思うんですよ。そこに落ち着くというのは二国間解決ということですよね。要するにパレスチナにもちゃんとこう住む領土を与え両方が国として住むっていうことですね、でそれが一体何年なのか分かんないけど、多分それが要するに和平っていうことで、じゃないともう戦闘し続けることになってしまいますので、でソカッチさんが言ってるのはかつてイスラエルが和平を実現したケースっていうのは実はあるんですよと、例えば横の国なんですけども、エジプトとイスラエルとか、ヨルダンとイスラエル、それぞれ隣国なんだけども、昔はそうやって和平できてなかったものが和平できてると。ただエジプトもイスラエルも隣り合ってはいるんだけども、パレスチナとイスラエルってのはもうほぼ同じ中のところで奪い合ってるんで、やはりそこは同じように和平というふうにはすんなりいかないんじゃないかというふうに思います。でソカッチさん僕のインタビューでこういうふうに語ってました。パレスチナとイスラエルにおけるユダヤ人の歴史とアラブ人の歴史をちゃんと理解するなら、つまり僕さっき全部説明しなかったですけども、その紀元前までどうのこうのと言って、要するに両方ともあそこに住んでいたとか、あそこが自分たちの土地だったっていうことを説明するだけのことはですね、歴史上見ていくと両方ある、つまり、パレスチナのアラブ人も、イスラエルにいるユダヤ人も共に正当な結びつきっていうのをあの土地で持っていますよと。でどちらかのサイドに つくのはダメだというふうにおっしゃってました。でもこの言い方を聞いたときに
サイドを選ぶな、チューズするなって言ってたんですけども、この言い方を言った時にどっかで聞いたフレーズだなっていうふうに思って、うん、実はこのサイドの思想はダメだってかつて僕がやった別のインタビューで言ったのは菅三十先生でした、うん、で菅三十先生はですね、高名なエドワード・サイードっていうパレスチナ系のアメリカ人の学者がサイドの思想、これはサイドじゃなくてサイドの思想、どっちかのサイドについちゃう思想、うん、このどっちかの側にからだけ立ってものを見るようでは決して語彙は測れないっていうことを、うん、サイードが言ったっていうことを菅三十先生がその時説明してくれて、それもまた全然ハマスとかの戦争が始まる前だったんだけども、うん、説明してくれました。でその時は韓国と北朝鮮とか朝鮮半島と日本とかそういう文脈の中でサイードの言葉を引用して菅先生が説明してくれましたと。でその今言ったエドワード・サイードっていうのは、まあ、ご存知の通りパレスチナ系のアメリカ人の文学研究者なんですけど、コロンビア大とかハーバード大で教鞭を取っていた方ですが、ソカッチさんと同じようにね、パレスチナとアラブ人のパレスチナのアラブ人とイスラエルのユダヤ人の双方が等しい権利を持って共存すべきだっていうことを、もう90年代とかその80年代とかそういう頃にそういうことをすごくおっしゃっていたから、もう亡くなってますけどね。で彼はパレスチナ側の人でありながら、うん、イスラエルの世界的に高名な音楽家のダニエル・バレンボエムという方と、うん、エジプト人、イラン人、イスラエル人、ヨルダン人、レバノン人、パレスチナ人、シリア人、それとヒスパニックのバックグラウンドを持つという中東で対立関係にある国々の人を全部集めて音楽団を作ったんです、うんうん、すげえ、という壮大なことを成し遂げた方ですと、うん、はい、だからまあ今の時代そう考えるには象徴的な、まあ、たまに最近サイドの名前また聞くようになったなというふうに思ったんですが、まあ、ソカチさんにちょっと話を戻すと、こういう言い方をしてました。イスラエルが建国されたことが良かったことか悪かったことかっていうことをもう議論するんじゃなくてね、イスラエルをいかにより良い状態にできるかっていうことを話し合うことに時間と労力を注いだ方がいいというふうにソカチさんは言っているわけですと。で、じゃあなぜパレスチナも良くしようとは言わないのかっていうと、それは当然イスラエルをパレスチナとイスラエルは圧倒的にイスラエルの方が強くてね、うん、さっきの地図にもあったようにイスラエルがもうほとんどパレスチナを飲み込んでるっていう状態にあるね、まあ、かなり一方的になってしまっているっていうことがあるんで、やっぱこうカームダウンしなきゃいけないのはイスラエルの方だよっていうことなんだと思います。ではそんなアグレッシブなイスラエルを先導しているのは誰か、その一人、まあ、もちろん一人っていうのはおかしいんだけども、例えばその中心的な一人っていうのはベンヤミン・ネタニエフ首相ですよと、うん、はい、でこれはまあ、総理大臣首相なわけですけども、イスラエルの、右派政党リクールの党首ですと、はい、で93年にオスロ合意といってパレスチナとイスラエルが一旦和平を結ぼうと仕掛けた、その時にユダヤ人の原理主義の過激派の若者にイスラエル側から和平を進めていたイツハク・ラビン首相という子が、うん、殺害されてしまう、暗殺されてしまうんですが、このラビン首相が所属していたのがイスラエルの労働党です。で、労働党というのはパレスチナとの共存というのを目指していたんです。で、ネタニヤフさんの方のリクードとこの労働党がイスラエル二大政党、しかし2005年にネタニヤフさんが政権取ってからあと15年間、ネタニヤフさんが政権を続けています。はい、で、まあ、極右と言われているんでネタニヤフさんパレスチナなんぞ、まあ、ちょっと言い方をひどいけどもくたばれという姿勢です、うん、で今回の戦争でパレスチナへの、イスラエルの人々の怒りというのも燃え上がっているんで、じゃあネタニエフの支持率が上がるか、うん、すると実は今全く逆のことが起きてるんですよ、うん、つまり下がってるんですね、すごく低迷してる。で今年1月のロイターの発表なんですけど、世論調査で彼の支持率わずか 15% だそうです。今、1月ね、で岸田さんより低いわけです。で岸田さんは NHK の3月の発表によると政治と金で地に落ちたし、岸田政権内閣支持率 25% ですから大丈夫、森首相 5% 大丈夫、全然 15% 全然大丈夫だ、まあ、とにかくすごく責められているわけです。じゃあなんでそんなにこの状況下にあってナショナリズムのネタニヤフの支持率低いのか、一つはハマスの攻撃に対するネタニヤフ政権の対応の悪さっていうのに国民がすごく怒っているところがありますと。でまあ、ネタニヤフというのはミスターセキュリティと言われてミスター安全保障と言われてですね、まあ、その安全保障重視の強い、うん、首相というのを標榜していたくせに今回のハマスの攻撃に対して警戒を十分に敷いていなかった、まあ、結果として1200人殺害され240人が誘拐されてしまった。で1日にこんな数のユダヤ人が殺害されたのは実はホロコースト以来だったそうです、う
で攻撃を受けた後の、 あの緊急援助、例えば食べ物であるとか服であるとか医療品であるとか、うん、この対応も実はすごく遅かったらしいです、うん、でもう一つネタニヤフ首相が今支持率低迷している、まあ、それだけじゃないんだけども理由があって、なんと3つの罪で起訴されてるんです。それ知らなかった、はい、うん、ケース1000、ケース2000、ケース4000って3つ の、 あの罪があって、うん、ケース1000っていうのは富裕層の友人に便宜を図る見返りに、はいはい、なんかワインとかハマ人がすごい高額なものを受け取ったっていう、贈収賄かな、うん、うん、がまあ1個まずある、うん、でケース2000は大手新聞社に、うん、競合他社を弱体化させる法案を提案する、見代わりに自分のことを好意的に、まあ、書くというか宣伝してくれるような記事を書いてくれってことを求めたっていうことがありますと、うん、でケース4000はですね、さっきの2000の方は新聞社なんだけど、こちら大手通信社と筆頭株主に規制上の便宜を図る見返りに自分に好意的な記事を書いてくれとやったって、この辺がですね、贈収賄と詐欺と背任の容疑になるそうです、うん、結構情報操作をしているそうです。メディアコントロールを今のしようとしていたとされているんですね、うん、なんでケース3000はないの。いや、分からない、なんかこう贈収賄と か、 なんかそういうので分けてるんだけどと思うんだけどね。そういうことね、ナンバリング分かんない、でも2000と4000はほぼ内容としては同じような感じだからね。なるほどね、うん、なんかあるんだろうね、なんかあるんだろうね。で加えて昨年の1月にネタニヤフ政権は、イスラエルの司法制度改革の一環として、なんと最高裁判所の権限を弱める法案というのを議会で可決させてしまった、うんうん、でこの法案が可決されたことにですね、今後政府がおかしな法案などを議会で強引に通したとしても、うん、最高裁がそれを審議して止めるという効力を失ってしまったということなんですね、うん、で最高裁の政治への介入を止めてしまったと、うん、政治が全部決めたい放題になってしまうということで、まあ、独裁化してきているということです、うん、自分の地盤をもうがっちり固めつつあるっていうことで、ね、やりたい放題できて、うん、司法から、まあ、日本でいうと何なのかな、検察とかが入らないようにするみたいな、そういうイメージに近いのかもしれないですね、うん、東京地検とかのもうできないとか、そういうのに近いのかもしれないですね、うん、でこれは民主主義の破壊だという、あの、ね、かつてないぐらいの巨大なデモがイスラエルで起きた、多分今でも起きているんだと思うんですけど、うん、でイスラエルの国民の3分の2がなるべく早く選挙をしてほしいと今望んでるそうなんですけど、スケジュール次第だ と、向こう2年はない、2年後に、選挙がありますと。でネタニヤフに、次の選挙に立ち向かう予定なのがイスラエルの連合政党、つまりいくつかの政党が一つになった野党があって、それが青と白っていう名前らしいです、うん、これの共同代表がベニー・ガンツさんという方、知らん、はい、でどんな人、このね、いや、あの、俺も細かくは知らないんですけども、もっと、ね、ネタニエフが極右だとしたら、もっと中道の方です、うん、ど真ん中の方です。でこの青と白という政党は政策綱領に、パレスチナ自治政府との和平協定交渉というのを明記してるんですよ、してるんだけども、まあ、それは戦争が始まる前の話なんで、まあ、戦争が始まってしまったこのタイミングで、もし彼が次に選ばれたとしてもね、まあ、まあその時にまた2年後だとしたら、今その時戦争とかどうなってるか分かりませんが、うん、なので和平交渉が進めないかというのはちょっと分からないですけども、うん、少なくともネタニヤフさんよりははるかに、もうネタニヤフさんはそれも花からそういうことはありえないっていう人なんで、うん、その可能性が高そうですということです、うん、あとダニエル・ソカッチさんのインタビューでさ、イスラエルをより良い状態にするっていう言葉が出て、はいはいはい、より良いって何、はい、って思ったのよ、つまり、パレスチナを弾圧することをやめて、うん、まず暴力をやめると、うん、それから一定の権利とやっぱ土地とちゃんと国として保障してあげて、うん、もう侵略するのやめて、向こうは向こうで発展できるようにしてあげる、うん、これがより良い、今やっぱ、うん、あのアグレッシブすぎるよと、うん、攻撃的だし占領してるよと、うん、それをまずやめて、うん、で向こうにも許してもらって、うん、共存しましょうと、これがより良いだそうです。だからお互いのね、なんだっけ、正義と安全と平等を保障し合える間になることがより良いだって、うんうんね、そのより良いをこうパレスチナじゃない、うんうんうん、そのより良い状態っていうのをイスラエルのこの一番下の一般市民の人にまでちゃんと共有した上でやらないと、絶対にあの一般市民レベルでの紛争は残るから、 そうね、そこの一般の人たちまで広くそのより良い状態っていうのはこういうことですよっていうのを共有しておくっていうのがすごく絶対に必要だし、それやんないと絶対に紛争終わらないなって、それにラビンさんが暗殺されたっていうのもいわばそういうことだでしょうね。絶対に一人はさ、まあ、日本でもまだ変な人とかもいるしさ、うん、まあ、その人がどうこうするっていうのはまあもう日本では減ってきているけれども、うん、そこのこう一
般市民も含めての合意、より良い状態にしましょうっていう合意形成がないとちょっと、それがすごい難しいんだと思う。で、そうあんまりなった国じゃなくてね。だからより良い状態にしたいのは分かるけど、でも俺の父ちゃんイスラエルに殺されたしとか、違うパレスチナの人に殺されたしとか、ね、表面的な暴力がある程度終わってもね、そうそうある種の怨念っていうのはまた別の形でこう煮詰まってくるところがありますよね。紹介したい本がこちらですね。奄美でハブを40年研究してきました、新潮社さんから2024年3月15日。そう、新潮社さんってちょっと珍しいよね。確かに服部正作先生っていう人で、これは獣医さんか、動物学者兼獣医さんみたいな。獣医さんもやってらっしゃる、なんか獣医さんの資格も一応持ってますみたいな感じらしい。で、まあ、何の人かっていうと2020、まずね、東京大学医科学研究所っていうのがあるんですよ、これは東京都の、港区の白金台の超高級住宅街のあたりにあるんですよ、でそれが東京大学の医学研究所がもう港区にあるっていうのは知ってたんだけれども、そこのなんか付属施設みたいなのが奄美大島にあるっていうことを私は知らなくて、でその奄美大島の、東京大学医科学研究所奄美病害動物研究施設っていうところに、なんと40年間も勤務していたっていう不思議な方です。だいたいなんかローテーションでみんな 4,5 年でいなくなっちゃうんだけど、なぜか僕40年いたんですよっていう。40年なぜかって言ってるんだ。そう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 、なんか人がいなくてね、気づいたら40年経ってそのまま退職しちゃったみたいな。ドクターコトーみたいな。生物系の本よくやるんだけれども、そう、生物系生き物系の、本って大体そのこの生き物を研究している人たちはその生き物がもう好きで好きでしょうがなくて研究してるっていう、もう生き物の愛にあふれてるのよ大体、そういう生き物系の本は。でこれ読んでてね、生き物愛が伝わってこねえなって思ったのよ。思った、全然ハブに対する、でハブというかもうヘビとかに対する愛が1ミリも伝わってこない、なぜだろうって思ってしたら、もう本当にたまたま奄美での研究所にたまたま行くことになって、で本当に最初は動物実験用の、実験動物の研究とかしてたとか言ってたかな。でもなんか自分より先にいた専任の先生がハブの、交渉被害っていうのかな、噛まれた時の被害をどう減らすかみたいな研究をしてたらしくて、やっぱ南国だとハブが多いと、でやっぱり昔はねそれで死んじゃう人とか、後遺症が残ってあの足が動かなくなっちゃうとかそういう人が結構いたらしいね、治療ができなくてとか、ね、そう治療が遅れてっていう感じなんだけれども、それでそういうのをどうしたら減らせるかっていうのを、林先生っていう先生がね公認で研究されてて、この林先生というのは2013年から2020年の間に国立科学博物館の館長をやってらっしゃったっていうすごい方なんだけれども、その先生が専任でいらっしゃってハブの研究してて、でその先生が奄美大島から、東京に戻る時に服部君あとよろしくねって言って、じゃあ俺ハブやるのかみたいな感じでハブをやることがあるんだ。そうでやっぱ奄美の自然、奄美の人の生活を守るみたいなお仕事でもあるから、そうだからハブに噛まれた時にさ、どうするかとか、で最初はハブの駆除とかの研究をしてたらしいのよ。で、罠を仕掛けたりだとか、そういう研究をしてたらしいんだけれども、でもなんかもう共存するしかないよねみたいな話になって、最後の方は結局、あの啓蒙活動がメインでしたっていう、自分がやってることが研究だったのか広報活動だったのかよく分からなかったって最後の方はそういう話をしていて、ね、すごくね、なんかすごいね穏やかな感じのいい雰囲気の先生でね、なんかなんだろう、こうじゃああと服部くんハブよろしくね、あはい分かりましたってなっちゃうのもなんとなく分かっちゃうような人柄の良さが出てきて、でも交代がなかったってことは逆に言うとやっぱりそこに住みたいと思う先生がそんなにいなかったってことですか。分かんないんだよね渡したくても次が来てでもなんかね今もあのその病害動物研究施設に3人ぐらいスタッフいるみたいで、東大の、なんかなんで変わらなかったんだろうって。で、一応ハブの
研究者ではあるんだけれども、はい、この先生一応ねタイトルはハブを研究してきましたっていうタイトルなんだけど、これ第一章だけなんだよねハブの話って、はいはい、半分ぐらいがね奄美の自然すごいみたいな話なのよでそのハブに対する愛は全然伝わってこなかったんだけれども、その奄美の自然に対する愛はものすごく伝わってきたので、奄美って2021年に奄美大島徳之島、沖縄島北部および西表島が自然世界自然遺産に登録されたっていうことで、うん、ちょっと生物の多様性みたいなことで注目されてるんだけど、うん、その生物の多様性とかそういうのに対する愛がすごく第2章以降半分以上ね書かれてるみたいな感じ。なるほど。そう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 。でこの先生はね、うん、やっぱり動物とか植物大好きで、うん、だいたい仕事お休みの日は奄美の山の奥に行って動物とか植物とか探して歩いてて、で奥さんにもっと町に遊びに連れてけってチクリと言われてたとか、そういう話もね書いてあってね。あでもそういう意味ではたまらないスポットなんじゃない奄美なんて。そうそうそう、多分ねすごい自然が豊かだから、うん、まあ、だからそういうのもあって40年いらっしゃったのかなっていう感じで、あと面白かったのがねもうね、どこまで話していいのかわからないんだけれどもね、さっき言ったさ前任で国立科学博物館の館長をやられた林先生ね、はいはい、まあ、ハブの毒って、まあ、ハブ噛まれたらまず何をすればいいかっていうと、まあ、もちろんまず119番通報ですと。でその119番通報で救急車なりドクターヘリを待ってる間にその毒を、ね、できるだけ吸い出さなきゃいけないっていう、うん、でハブ毒吸引器っていうのもあるんだけど、うん、それを持っていない場合はもう口で 吸い出す、うんうん、吸い出してください。漫画と映画でしか見たことないですね。そう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 やつで、林先生が前任の林先生がハブに噛まれた時に、はい、技官の人がね、はい、技官の何さんだったかな、名前忘れちゃった。技官の方が、うん、技官ののぼるさんか、うん、のぼるさんがすぐに毒を吸い出してくれたと、うんうん、のぼるさんナイスプレーっていう感じなんだけど、そんなのすぐにやれって言われても分かんないよねやり方ね。そうそうそう、だからこそこのいわゆる吸えって言われてもね。そう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 。で、でもう服部先生曰くハブの毒っていうのは無味無臭らしいんだけれども、動画でもうのぼるさんはね、ハブの毒を吸い出したのぼるさんはもう毒があまりに生臭くて気持ち悪くなって吐いてしまった。でも林先生の足が臭かったのか未だにはっきりしないっていう。書いてあるの？書いてある。ハブ毒の足。言っちゃうか。そうだから。なんだっけ、のぼるさんは林先生の足の指から一心不乱に血を吸った。あ、なるほどなるほど。 そこからね。そうそう、毒があまりにだから何人も足なのかなと思ったら足が噛まれた。そうそうそう。で毒があまりにも生臭くて気持ち悪くなって入ってしまったというが、ハブ毒を飲んだ経験のある私からするとそこまで生臭いかなとも思う。ハブ毒の味に私も含め一加減ある人などほとんどいないので、ハブ毒が生臭かったのか林先生の足が臭かったのかは未だにはっきりしない。これは先生に直接伺った話であると、ちょっとさハブ毒ペロってしてみたいなって思った。あそうそうそう、ね、本当にどうなのかなっていう。でそれを口に入れること自体は大丈夫なの？そうそうそう、ハブの毒ってね消化液が進化したものなんだって、はい、だからこうなんか自分のさ消化液がさ自分のさ体を痛めつけるっていうことないじゃん。うん、まあだからそでもまあそれ飲むのと噛んで傷口に入るっていうのは全く別の効果を発するってことね。うん、なんか細胞の壊死を起こすのとあと血管を破壊するで内出血でパンパンに腫れるって、その2つの種類の毒が混ざり合ってるらしくて、その毒の種類とか毒の割合とかが島とかによって違うんだって。あそうだから、はい、ハブに噛まれました、じゃあ血清打ちますパンって打ってもその効き具合とかが全然違うんだって、島によって。それは島によってハブの種類が違うってこと？ハブはハブで一緒なんだけど島によって独自の進化をしているらしいんですよ。だからちょっと動画の方でも写真載せたけど色とか模様とかも島によって全然違うっていう。なるほど。そうそう、なんかピンクのがいいね。そうそうそう、あれはアルビノハブっていう可愛らしいハブでピンクのハブは2匹しか見たことない。ああ、2匹なんだ。そうそうそう、40年やってて2匹だからすごいレアって言ってて、今回動画にもいっぱい写真がこうポンポンポンと出てきてて綺麗でしたけど ね、うん、
であと奄美の自然に対する服部先生の愛がねこうぶちあふれてるんですよ第2部以降ね。でもうこれからもうすぐ夏休みなので、まあ、そろそろ夏休みの予定立ててる人もいるかなって思うんだけれども、まあ、ちょまあ奄美大島でも行ってこう自然と戯れようかなっていう人もいると思うのでルルブと一緒にこれ一冊買っとくといいと思う。大変面白いよと。大変面白い。なぜならばルルブには観光スポットしか載っていない、はいはいはい、これには観光スポットと一緒にハブどうしたらハブに刺されない噛まれないのかとかもし噛まれちゃったらどうすればいいのかとかそういうのも書かれてあるからこれはねもうルルブ以上っていうと失礼かもしれないけれどもおすすめ、うんね、でも ルルブとこれ一冊あればもう絶対大丈夫、うん、もう奄美の大自然を満喫しつつでもハブの脅威も避けることができるっていう、うんでもね、ルルブと同じ部数ぐらい売れておかしくないと思うんですよこの本はしかし新潮社はこういうテーマで出すんだったらもうちょっとびっくりだけど、そうそうそう。でね、うん、結構マニアックなねスポットとか第2部で紹介してくれててね、はい、ね、そう奄美のクロウサギっていうのが有名らしいんだって。ウサギ。そうそう。まあ奄美のってついてるから奄美特有の種だと思うんだけど、はい、うん、それを見るには旧国道三太郎峠のナイトツアーは鉄板コースですとか。あと奄美の自然を満喫したい原始林を満喫したいですっていう人は金作原原始林行ってみてくださいとか今ちょうどこのページそ、うん、こいいよとかあとはね希少動植物見たいんだったら奄美大島の最高峰湯湾岳に行ってきた くださいとかで先生が実際にそこで行ってどういう植物が見られてどんな感じだったのかっていうのもちゃんと書いてあってあとねこのページじゃないかな、 なんかすっごい大きい百合があるんだって直径15センチの受け百合っていう、はいはい、15センチ、うん、このくらいじゃない百合、ね、あ、そうそうそう、それがねすごい綺麗なんだけれどもまあ結構崖にしか生えてないから頑張って探そうね、安全には気をつけてっていうことで、あとねめっちゃ面白かったね、石湖のどこだったかな、うん、ここだ、うん、石湖の穴山、うん、なんか節子っていう場所があって節子と書いて節子だね、節子って読むの、はい、いわゆる節子さん節子ね、はい、いわゆるっていうか分かんないけど、うん、そこには特別山深い場所があって、はい、イノシシがブランコに乗って遊んでいるっていう言い伝えがあるぐらい、あれっつって言い伝えがね本当に乗ってるのかなって、そのくらい謎のスポットらしいの、地元の人とわけのわからない話、ちょっとスピリチュアルなエリアスピリチュアルとかも本当に地元の人もあまり足を踏み入れないぐらいこうレアなところでその例えがさ、イノシシがブランコに乗って遊んでるっていうのがどんなって思ってジブリ的でしたよ、ね、そうそうそうでしょ、で、まあ、景色はねすごいいいらしいし、なんかね鍾乳洞もあるのかな、ただ行くのがめちゃくちゃ大変だから、まあ、覚悟があったら行ってみてくださいとかね、多分ね石湖の穴山とかルルブとか載ってないんじゃないかな、でそんな感じで、ね、すっごいマニアックな観光スポット、おすすめスポットが書いてあるっていう、奄美っていうのはすごいテーマですね、うん、考えてみたら、そうそうそう、うん、だからね、まあ、ハブ興味ある人という、まあ、ハブ興味ある人いるのかな、私はハブに興味があって読んだ本なんだけれども、うん、まあ、奄美の自然に興味があるとか奄美旅行行きたいっていう人はもうこれはもう絶対読んだ方がいい、だってもうルルブに載ってない情報の書いてあるわけだからっていう、僕はあの動画を見て、うん、美味しいらしいスープが、そうそうそう、ハブスープが、そう、あのうまさはありえないみたいなことを言ってたから、そうそうそう、他では無理じゃないかなみたいに言ってたから、うん、一体どれほどうまいんだろうっていうね、あ、ちなみにですねハブを出すお店はあるらしいんだけれども、あ、ほとんどねやっぱ食べられないって言ってたかな、ハブって基本捕まえてさ、まあ、役所に持っていくと今4,000円ぐらいで買い上げてくれるんだけれども、なんかハブ撲滅っていうのかな、今でもそう、うん、今でも4,000円で買い上げてくれるんだって、だから役所が4,000円で買い取ったやつをもう飲食店がそれを仕入れるためにはまた役所にお金払ったりとかしなきゃいけないじゃん、あとまあ観光業者でハブ酒作ったりしてるところとかが、まあ、ハブを買い上げたりとかもしてるらしいんだけれども、だからハブ料理多分結構高いと思う、うん、なるほど、そうだからなんかねハブのもつだかもつだったかな、何かがすごく美味しいんだけれども、なんか値段に換算するとありえない値段になるから食べられないって言ってて、もうこれはもうハブ研究
者の特権っていう話をしてた。うん、あ、この方はじゃあよく食べてるんだね。よくは食べてたかは知らないけれども、でもやっぱハブのスープはうまいって言ってた。なんかあのうまさはってすごいですね。塩だけでいいんだよ味付けは。そうなんかね、なんか混ぜたら変な味になっちゃったって言ってて、そこはちょっとカットしたんだよな。なんかね、うん、塩だけでいけるっていうところだけをこうピックアップしたかったから。変わった人だね。変わった、はい、素敵な素敵な方でした。もう大好きになった。なんかいい感じの、ね、部屋だったよね。そう、うん、もうぜひ奄美行く人はルルブとこれ。わかりました。もう一回タイトル言うと、奄美でハブを40年研究してきました新潮社さんで、著者は服部秀作先生です、はい、ということです。夏休みに向けて、はい、はい。